グシ、ハーン、別名グシリ、ハーン、本名トゥルバイフ、トゥルバイフは、17世紀中頃のオイラと八部の、一つ、保守都部の部族長。チベットに遠征し、ダライラマの権威の下に、グシハン王朝を樹立した。資料によっては、グシハン、グシハーンとも表記される。チベット仏教においてゲルク派とカルマ派の構想が、激化すると、 それぞれの世主を務めていたモンゴル領主たちの間でも争いが起こった。カルマ派支持者であったチャハル部長リンダン・ハーンの死後、彼に続いたハルハサ翼部の直都本体人は、大見地方に侵攻し、そこにいた、ゲルク派のトメトブ、ヨンシエブブ、オルドスブブの勢力を滅ぼして、大見地方を占領した。ここに至ってゲルク派は、新たな世主に、 オイラ島を選び、青海の直都本体ュらカルマ派を正当するよう要請した。1636年、オイラ島の補守都部長であったトゥルバイフは、この要請に応じ、暮れの決表機を利用して1万のオイラ島軍を青海に侵攻させた。トゥルバイフは翌年までに3万の直都本体寺軍を殲滅し、その冬にゲルク派のザスであるダライラマ5世から、 天神中期ギャルポの称号を授かった。天神中期ギャルポはモンゴル語で、写真バり口の民ハーンあるいは、偶詩の民ハーンと呼ばれたが、これによって、モンゴルのチンギス肝直径ではないものが、ハーン位を名乗ることとなった。偶詩ハーンは、この遠征に同行したジュンガル部長のホトゴチンに、バートル本体児の称号を授けて、自分の娘と結婚させ、 オイラと本国の統治を任せた。こうして、青海を平定したグーシハーンは1640年に、三軍とその味方であるモンゴルのチャハルブ及びハルハブを打ち破り、カムを平定。1642年には、山地方も平定して、チベット全土を統一すると、チベット王の位につき、ダライラマ五世を、チベット仏教界の教主に衰退した。 クーシハーンの子孫はその後も大見草原で遊牧しながら名目上ではあるが代々のチベット王の位についた彼の十人の息子のうち八人はアムドで戦略的に重要な大見湖周辺を治めたクーシハーンには十人の息子がいたがそのうち八人が青海に残され大見湖周辺の牧地によって左右翼に分かれていた評伝ではこれを 数広しロ八大吉あるいは、大見八大吉と記している。八大吉というのは、青見保守都部長となる、落ちるハンダヤンと、おそらく世を去ってしまったゴンボを茶軍を抜かした八人を、指す。落ちるハンダヤンセチェンダイチンダランタイダライウバシ、バヤンアブガイアユシールドッチダライバガトゥルドルジ。エルデニダイチンホルムシールドゥンサンガルジャイ、ゴンボャ茶ンダシバガトゥルオイラと八部とは、 保守ト部を含め、ホイト部、バート部バート部、バルブ部、ブリアート部、ドルベト部、ジュンガル部、トルグート部の8部を言う。クーシハーンは、一応、系譜上では、チンギスカンの弟、ジョチハサルの子孫とされていた。佐藤治、中世チベット史研究 P433。ありがとうございます。